例えば、ヒ比ソンでは、6月中から杉の一般接種の段階に入ることができるということになるなど、このほかにも前倒しをしながら、接種を進めていく、その見込みが立ちつつあります平井知事は、鳥取県が今月末までに確保できるワクチンが40万回分と、高齢者に2回接種するのに必要な、 36万回分を上回ることから次の段階に移ることが可能になったと説明しました一般向けの接種は冷えず損で今月下旬から始まるほかいくつかの自治体が早ければ月内に始めるということですさらに勤め先などで接種できる職域接種の実施を商工団体に呼びかけるなどワクチン接種のペースを上げるため懸命の努力が続いています そして一般接種に向けた動きは島根県でも今のところ7月中旬に12歳から64歳の方を対象として接種券の発送をすると一方松江市の上定市長は今日の定例記者会見で12歳以上64歳以下を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種について 来月中旬には接種券を発送する予定で準備を進めていることを明らかにしました予約は基礎疾患がある人や60歳以上の人を優先して受け付けるということで高齢者の接種の進み具合によっては早ければ来月下旬ごろに接種を開始できる可能性があるということですファイザー社製ワクチンについては 対象年齢が16歳以上から12歳以上に引き下げられました鳥取県でも早いペースで接種が進む南部町では16歳から64歳の人を対象に間もなく接種券の発送を予定しています接種年齢の引き下げについてどう対応するのでしょうか まだこれからの検討するような段階でして、まあ、の教育委員会とかです、ね、関係機関ともちょっと情報を共有しながら検討してていいいきたいと思っています。できればあの、まあ、学生さんが多いと思います、ほとんどですのであの夏休みの期間が利用できればなというふうには考えています接種についてはこれまでどおり、再博病院での集団接種を検討しているということです。 接種を受けられる方の安心感も違いますので、引き続き病院の方には協力をお願いしていこうかなと思っています感染者数を抑える取り組みが進む一方で、加速する一般向けのワクチン接種準備、新型コロナ収束に向けた動きが今、分岐点に差し掛かろうとしています。